江戸時代末期に生まれた有光伊太郎というのが創業して、次男だった私の祖父が分家して始めたのがここ安芸市赤野の造り酒屋の始まりになります。創業は明治36年だと聞いてますね。今私が4代目になります。安芸国虎っていう武将がいまして、地元ではとても人気のある武将です。その名前にこうあやかって安芸虎という名前で出しております。水源はこう近くを流れる赤野川の伏流水から汲み上げています。非常に軟水だというふうに聞いてます。本当に海へ流れ込むすぐで井戸を掘って水を汲んでるわけですね。僕が酒作ってやってたら、オギーが入社してきて、こんな酸が低い酒ってつまらないですよねとか言い出して、酸に対しての抵抗感というのは全然僕はなかったですね。水のような酒にはしたくないっていうのはありますよね。それに対しては酸がいい武器になるんじゃないかなとは思います。いかに酸が少なく出来上がったかっていうのが自慢の時期だったと思うんで、その時から美味しい酸について意識を持ってたっていうのは彼はすごいと思いますね。たまたま僕がコインランドリーで洗濯をしていると、いい回転しながら洗ってるのを見て、あ、米もこんな感じで洗えたらいいなっていうのが発想の原点で、社長の知り合いの機械屋さんに作ってもらいました。高知って結構冬が乾燥してるし、麹を作るのには非常に向いてると思います。麹菌を少なくして、その麹菌の繁殖を少し抑えながら突き外に持っていくような作り方ではなくて、麹をある程度振って、突き外なんだけど麹もしっかり出来上がってるような、そういうあの麹を割と強めには作っています。発酵も酵母のこの力に任せてるっていうのが理想としているところになります。安芸虎は綺麗な酸があるっていうところがやっぱり一番の特徴になると思います。綺麗な低めの香りと甘みと酸味のバランスで、食事をした時の味を一回洗い流せる感じを持ってる酒が欲しいなということで、そこのところは通していきたいなと思いながら作ってるところですね。海外のソムリエと話してると、安芸虎さんのこのバランスっていうのはすごくいいものがあるからということで、注目してもらえる銘柄の一つになってると思いますね。日本の酒ってこんなに素敵なバランス感覚を持ってるんだよっていうことを味として感じ取ってもらえるといいなと、まあ、あんまり難しいことあんまり考えてないですね